ね、ジョロビースタジアム、これね、大体が、フットボールのドルフィンズの球場だったんですけどね、今年からできた新球団のね、4番バッター、デストラーク、背番号、西武と同じ、39番ね、これはちょうどその開幕日の4月5日なんですけどね、このデストラーデがね、ファーストミットを持つのを見るなんてね、はい、日本シリーズぐらいしか見たことなかったですよね、ディエスでしたからね。44,000大観衆ですよ、相手がドジャース、そして始球式がかつてのあのヤンキーズの大中堅手、4番打者、ジョージ・マチオ、ね、これね、オルステス・デストラーデっていうとね、ものすごい拍手が起こるんです、かけれなし1番、これがね、あの公式戦復帰のね、初打席、惜しくもね、ハーフスイングで三振取られた。まあ、結果としてはですね、ハーシュファイザーを打ってね、初戦を6対3でね、マーリンズが勝ったんですよね。まあ、結果良かった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ライドファットファースト、いや、いい試合ね。すごいね。カングラチュレーション。Anyway、おめでとう。Say hello to your old buddy, 石毛、秋山の清原。石毛さん、あのね、まだ、なんだっけ、頑張ってね。だから、僕はあの見た。I'm gonna be watching you, okay? さて、これがその次の日の第2戦、はい、デストラーデ、初回にこれセンター前にタイムリーヒットを打つんです、活躍するじゃないですか。そうなんです、ね、結果的にはね、3連戦でね、はい、まあ、12打数3安打、つまり4打数1安打ずつではあったんですがね、はい、まあ、それとこの守備ですね、はい、デストラーデの守備、見事なもんでしたよ。これはね、DH ばかりやってたデストラーデかなという気がしましたよ。なるほどね。Not really. I just want to play as many games as I can. Play a lot of games, get a lot of at bats, and I know I'll do well if I'm in a lot of games. Mm-hmm. Do you have any influences in baseball from Japanese baseball after 4 years? Well, sure. You know, you learn a lot of patience. You learn to play team baseball and to play hard, never give up. So yeah, I learned a lot of things. Mm-hmm. みんなあの日本に来た選手は我慢することを覚えちゃっていますね。そうですね、確かにそれはありますね。嫌味だ、嫌味、フィルダーも言ってるの。まあこの通りね、もういわゆるそのデストラーデのバッターボックスに入るとね、スタンディングオベーション、第3戦でもね、こういう風にね、日本ではあまりなかったようなね、レフトへの流し打ちとかね、こういうそのバッティングが多いんですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。